赤粉に相当する劇団員はいましたか？織戸盛大君。鶴田亮介の台頭で人気1位から陥落したのが劇団1人目の赤粉、織戸盛大。織戸さん、はい、どうぞ。よろしくお願いいたします。声が小さい、何男わからんわ。彼はとにかく熟女たちが放っておかない男。おいおい、伸ばさんかい、もっと背中を、はい、もっと伸ばせ、胸張れ胸張れ胸、オリト、もっと胸張れって。背筋伸ばして。おいオリト、なんでそんな綺麗な猫背だって言っとんねん、あんた。なんか同じこと言ってんねん。背筋伸ばせんかい、はい、ひわの男、せーの、はい。赤いの履いてる割には頼りがないな、兄ちゃん。今さんざん怒った挙句に評価は、オリトさんっていう方は何もできない人ですね。何ぼしでもできない人ですね。でもこういう人が芸能界に私は向いてると思うんですね。ほっとけないっていう。そう、織戸の魅力は頼りないけど放っておけないペットのような可愛さ。ありがとうございました。過去形はない。織戸は前に手出さんかい、はい、どこ見とんねん、私は見とかんかい。今一度お願いいたします。はい、どうぞ。ありがとうございました。はい、どうぞ。お手間をおかけいたしまして、ありがとうございます。もう一人の塾女、神取忍先生も不甲斐ない織戸を放っておけなかった。897 897 897。おい、した、どうすんだよ、お前。やれんのか。やります。やめしまうな、もう。100 297 297 297。神取先生の織戸への評価は、できないのは当たり前なんだけども、できない中でやっぱりね、周りをこう見れるっていう部分と、やっぱね、こういう舞台に立ったりっていう中で一番大切な花を持ってんだよね。持って生まれたもんだ、ね、練習したからこう身につくもんじゃなくって、もうある意味才能なもん、才能的なもんなんだよね。なんかこれを花をこう頑張ってつけたいんですっつってもなかなかつかない。でもそれをもう生まれながらに思ってると思うんだよね。塾女だけではなく若い女性たちも織戸をベタ褒め。織戸さん、織戸さん、はい、なんかすごい頑張ってる姿勢が見える感じがして、なんかこれからやっていくこととかも諦めずに頑張っていけそうな感じがしたので。女性たちはたまごっちを育てるような気持ちで織戸の成長を見守っているようだ。さあ、いやなんて、あ、せいや、レディーバン。赤粉を倒してやりましたよ。さあ、まずは織戸盛大、20歳が登場してまいります。ご覧ください。全ステージ地獄のトレーニングを見事勝ち抜いた証、赤粉を腰に巻いて登場してまいりました。さあ、このポージング、アンミカさん、ポージング以前にね、歩き方がね、つま先ね、まっすぐしたら内股気味になるから、はい、外に開いてお股で言うたのに。そしてこの筋肉の張りなど、庄司さんいかがでしょう。もうちょっと欲しかったですね。全体的に筋肉量がまだまだ足りてない感じがしますね、はい、貧弱な肉体にもかかわらず筋肉を広め会でも織戸盛大、はい、お3位にランクイン。目約束いったところでしょうか、うん、なんか緊張してたんですけど、すごい頑張ってるのが可愛いなと思って、くしゃっと笑った笑顔がとても素敵だなと思ったので。
こうして迎えた第1回公演。観客が審査員となり、劇団員のパフォーマンスを順位付け。第1位は鬼と盛大、はい、ついに劇団のトップに上り詰めた。68ポイントいただいています。しかし鬼とは続く2回目の公演で大失態をやらかしてしまう。ああ仕事終わった、調理きついな。リアリティのないセリフ回し。あ、そうやった、今日みんな来るんやった。さらに、え、どういうこと？卒業式の日から入院してる。声が小さすぎて全く伝わらない。え、なんで？うわ、明日の3日はこんな苦痛の芝居、はい、芝居つうのかな、苦痛だったわ、本当に、はい、うん、まず声聞こえないんだもん。顔上げろよ。はい。声聞こえないからさ、何やってんだろう。なんか何てんの、あれ鼻くそじくってんのって。はい。ステージに立つ、スポットライトを浴びるっていうことどういうことなのかっていうのを考えろよ。なあ。あの、期待値が大きい分、やっぱ折戸にはちょっと残念でしたね。彼はやっぱりそれだけお客さんをね、にその支持される魅力がある子だと思うんで、なんとか伸ばしてあげたいなとは思うんですけど。人気投票の結果は2位。ルックスだけじゃ芸能界は生きていけない。出直してこい。この後劇団員にお姉さんがキレる。全くブレイクしてねえよ。元自衛官という大西翔もここに来て急成長した劇団員。自分は歩兵だったので、歩く前進や、もう傷だらけでベッドも置かれ血だらけとか当たり前だったので、当初は体力だけが自慢の野生児のような男だった大西。攻撃的な目だな。はい。この目もせんだよ。はい。パンパンするぞ。パンパンペ。パンパンペ。本当にただのガサツな男だった。床を見るな、大西。前見とけ、前よ。はい。離して。はい。下が出てない。はい。返事ばっかり。はい。よろしくお願いします。ストップ。大西、手が前に出てないやろ。はい。お前は自衛隊かい。はい。うちを見せんかい、ちゃんと。筋肉お披露目会でもボサボサの頭が女性審査員に大不評。15位という結果に終わった。そんな劇団のお荷物ともささやかれ始めた男が、舞台公演が始まった途端に目覚めた。第1回公演では重要なポジションをゲット。おい、オレンジ、やる気あんのか？あります。早くよ。よし。物おじすることなく、暑苦しいまでの存在感をアピール。前に出るっていう、出方が身を張ってるというか、体張ってるなと、彼らしさは徐々に出てきてるような気がしますよね。2回目の公演では人気投票4位に食い込むという大躍進。劇団といえども全員がライバル。大西翔はトップを取れるのか。
劇団を結成してから早4ヶ月。私のイメージの中ではここら辺で君たちの人気が日本中の社会現象になっていると思っていました。まあ君たちも薄々気づいてるとは思いますが、全くブレイクしてねえよ。どうすんの？このままただの筋肉バカ集団として誰の記憶にも残らず消えていっていいんですか？ですか？ダメです。次週、崖っぷちの劇団ヘラクレスの掟が起死回生のプロモーションビデオを作成。ブレイクの足がかりになるのか、それともこのまま誰の記憶にも残らず消えていくのか。今日寝なくていいんじゃない？劇団員の美しい肉体作りをサポートするのは世界中に店舗を展開するゴールドジム。男たちの劇的な変化に注目。